オリ逆転勝ち。ソフトバンクオリックス17回戦オリックスがソフトバンクに4対1で勝利。オリックス勝ちました。不思議なオリホ、こんなんで勝ったった。なんやこのイマイチな打線。前譲られた勝利やな。つもりさんの押し出し3連発だしな。シュンペーターおめ、山下よかったな。8月は12勝12敗太田が久々のタイムに言ってよかった。太田はナイス。ホークス負けた場合3安打と3押し出し。対戦投手大関は草。ルールの隙をつくつもりさん。もう自分で完投するしかない。オリックス先発山下7回1失点。山下よく投げたわ。エースになってくれ山下。山下復活してよかった。オリックスマチャドセーブ。マチャド素晴らしいわ。マチャドは後半戦から失点ゼロなんだな。マチャド抑えのままで。ソフトバンク先発大関6.2回3失点。大関自責さん、つもりゼロ。大関これはさすがに気の毒。大関のままの方がよっぽどマシだった。ソフトバンクリリーフ田の裏1回1失点。田浦が微妙ですらい。田浦がキッチだな。田浦で投げやな、たまに勢い感じない。オリックス打撃成績福田四球押し出し打点。福田ナイス。福田落ち着いてた。太田四球押し出し打点。太田さんナイス。押し出しでしか点を取れてないけん。森四球押し出し打点。さすがに草。これはやりすぎや。ノータイムリー作戦。太田タイムリー。さすが太田よ。頼りになる太田。ソフトバンク打撃成績栗原先制ホームラン。栗原いいぞ。栗原は天才やな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。